マイティマックというお話。ソドー島はたくさんの観光客でにぎわっている。美しい森や高くそびえる山を見るのがみんな大好きなのだ。おかげで機関車たちは誰もが大忙しだった。そして島に新しい機関車がやってきた。観光客を山の上まで連れていくのが彼の仕事だ。トーマスは乗り換え駅にいた。彼は新しい機関車に会えるのを楽しみにしていた。こんにちは。こんにちは。新しい機関車が返事をした。僕はマイティ。そして僕はマック。二人合わせてマイティマックだ。二人は楽しそうに汽笛を鳴らす。トーマスはこんな変わった機関車を見たことがなかった。そこへ鉱山鉄道の局長、ミスター・パーシバルがやってきた。マイティマック、観光客を山のキャンプ場へ連れて行ってくれ。マイティマックはホームで待っている観光客の姿を見つけた。だが、マイティマックがいるところとホームの間にはたくさんの線路がある。マイティマックはどうやってあそこに行けばいいのかわからない。僕らは操車場でしか働いたことがないんだよ、トーマス。どうやったらホームまで行けるのかな。簡単だよ、二人とも。まず行きたい方向を見て、そこへ続く線路をたどればいいのさ。マイティは不安そうに走り出した。ところが、途中まで来たところでマックは自分の線路の方が近道だと思った。こっちだ、こっち。違うよマック、こっちだってば。すると二人は右に左に、前に後ろに行ったり来たり。二人とも何が何だか分からなくなった。ついには転車台にまで乗ってしまった。そしてようやく、やった、着いたぞ。でもどうして観光客はまだあっちにいるの。行き先をしっかり見ずに正しい線路をたどらなかったからじゃないか。すっかり遅れてしまったぞ。ミスター・パーシバルが厳しい声で怒った。ごめんなさい、ごめんなさい。二人は自分たちを情けなく思った。ようやく観光客が列車に乗り込んだ。マイティ・マックはキャンプ場へ向かって走り出した。暗くなる前に到着しないとな。いつもより頑張って走るぞ。山に入ると分岐点があった。マイティは左に進んだ。よし、こっちだ。違うよ、こっちだよ、マックが叫ぶ。だがマイティはすでに列車を引っ張って走り出していた。マックは怒った。次の分岐点に着いた時、マックはまた反対側へ行こうとした。こっちだよ。そしてマイティを分岐点のところまで引き戻し、反対側の線路へと押し出した。今度はマイティが怒った。二人は山の中を走り続け、そして分岐点に来るたびにマイティはあっちへ、マックはこっちへとお互いに引っ張り合いをした。列車の観光客は散々な目にあった。お茶がこぼれたり、パンが空を飛んだり。それでもマイティマックはどんどん走り続けた。そして困ったことが起きた。行き止まりに来てしまったのだ。観光客たちは辺りを見回した。ここはキャンプ場じゃないぞ、観光客の一人が言った。こんなところじゃピクニックもできないよ、別の観光客も言う。お前のせいだ。マイティはマックを押した。お前が悪い。マックはマイティをさらに強く押した。観光客は二人が互いに押し合うのを見つめていた。やめろ、やめないか、危ないじゃないか。だがもう手遅れだった。マイティが思いっきりマックを押し出すと、客車が岩に衝突した。まず一つ岩が落ちてきて、そしてまた一つ。あっという間にたくさんの岩が落ちてきた。線路は塞がれ、
みんな動けなくなってしまった。これじゃあキャンプ場に行けないよ。観光客が文句を言う。マイティマックは自分たちのせいだと分かっていた。二人はとても申し訳なく思った。だんだんと日が暮れてきた。観光客は客車を線路に戻そうと必死だ。そしてありったけの力で客車を持ち上げると、無事に線路へと戻した。マイティマックはそれを見ていた。みんなが力を合わせたら重たい客車を持ち上げられたね。二人はあることを思いついた。僕らも二人で力を合わせればこの岩を線路からどかすことができる。二人は岩の方へ近づき、思いっきり岩を押し始めた。岩はガラガラと崩れ出し、さらに押し続けるとようやく線路が通れるようになった。観光客たちが歓声を上げた。出発の準備を整えた二人はキャンプ場の上で揺れている旗を確認した。二人はトーマスの言葉を思い出した。行きたい方向を見てそこへ続く線路をたどるんだ。そうだ、さあ行こう。二人は共に汽笛を鳴らした。マイティマックは山を登り始めた。そして間もなくキャンプ場に到着した。観光客たちは大喜びだった。マイティマックもとても満足だった。ねえマック、さっきみたいに二人で力を合わせて仕事をすれば僕らはとても役に立つ機関車になれるね。二人は嬉しそうに山を下り始めた。今日のお話はマイティマックでした。